杉薬局プレゼンツ教えて薬剤先生、薬や健康にまつわる話題をお届けする教えて薬剤先生。今日のテーマはこちらです。薬の正しい使い方、薬と水。今日のテーマは薬と水、薬の飲み方について北市先生にお聞きします。お願いいたします。よろしくお願いします。先生、お薬はやはりお水で飲むのが良いのでしょうか？はい、お薬は水で服用することが基本です。また水の量や温度も重要です。コップ1杯程度の常温の水、または体温と同じぐらいのぬるま湯で飲むのが最適とされています。水の量が少ないと薬が胃や食道に張り付いて、胃や食道の粘膜を荒らす恐れがあります。薬をきちんと飲み込み胃に届かせるという点で、コップ1杯程度の水で服用することはとても重要です。また熱いお湯や冷たい水で薬を服用すると、薬の溶けやすさが変わるので効き目が変わってしまうことがあります。このようなことに気をつけてもらえると嬉しいですね。とはいえ、水以外の飲み物で薬を飲まざるを得ないことってありますよね。特に注意した方がいい飲み物ってありますか？あまり神経質になる必要はないのですが、水以外の飲み物、例えばアルコール飲料、ジュース、お茶、牛乳、カフェインを含む飲み物、一部のミネラルウォーターで服用すると効き目が弱まったり、逆に効きすぎたりするお薬があります。飲み合わせが良くないものについては、お薬をお出しする際に薬剤師が説明をするか、お薬と一緒に渡される薬のしおりで情報を出しています。ではコップ1杯の量では薬が飲みにくいと感じる方はどうしたら良いのでしょうか？そうですね、その場合はまず飲みにくいことを薬剤師に教えてください。ゼリーを使った飲み方や水なしで飲める錠剤への変更、飲んでいるお薬の数を減らさないかなど、一緒に考えることができます。また口の中で溶かさないと効果を発揮できないトローチのようなお薬もあります。お薬を受け取るときには薬剤師の説明をしっかりとお聞きください。薬の飲み方について大変参考になりました。先生、ありがとうございました。ありがとうございました。今日のポイント、薬の正しい使い方、薬と水について。お薬の飲み方が不安な場合は遠慮なく薬剤師に相談してください。教えて薬剤先生、次回のテーマはこちらです。ぜひご覧ください。番組をご覧の皆様に抽選で杉薬局の商品券が当たるアンケートを実施しています。こちらのメールに空メールを送ってください。アンケートとキーワードを記載していただき送信してください。